チェルノール。とんでもない厄介な化け物が来るからみんなを避難させろ。どうしたんですか？あなた様が珍しく化け物と言っていますが。まあ、知り合いだが、組み合わせがみんなにとって最悪だからな。魔族と英雄だからな。それさえ言えばわかるか。ああ、なるほど。あの二人が珍しくここに来るんですか？妖怪さんとさえ、妖怪と言って倒れますけど。いや、あの子は別の意味で倒れるだけだけど。みんなはぶっ倒れる原因は強大すぎる魔力のせいだぞ。一人でも厄介なほど濃い魔力なのに、二人もいるなんて嫌だよ。つーか、私のところなんかに会いに来るなんてどうかしてるぜ。はぁ、あ、私の本体は編集中なんですが、仕方ないですよ。あなたしかあの二人は相手できないんですから。それに偽物とかいろいろ言ってますが、あなた様の化け物級ですよ。一番とても強いじゃないですか。なぬ、私は弱いぞ。あの二人の方が化け物ぜ。どっちもどっちですね。おった、やあ、虫くん。うわぁ、勇者と魔王のコンビが来てしまった。なんでそんなに嫌そうにしてるんですか？来ちゃダメだったか。大の大人が年下にかまってちゃんみたいに呼んでください。困ります。寂しがり屋なんですか？言い方きついんですがどうしたの？うるせぇ、チェルノールにあなたたちと同じぐらい化け物と言われてちょっぴり傷ついてんだよ。ただの八つ当たりじゃないですか？うるせぇ、お前だってそんな敬語使わんだろ、猫かぶり野郎。なに、この言われろ、僕が何したってんだ。なんか、俺がいなくても楽しそうだな。どこだぜ。ははは、すまんすまん。話は変わるが今日は苦労の休暇と株価たちの休暇だからここに来たんだよね。っていうことは施設は今、地獄絵図なのでは。ああ、安心してくれ。ドラゴンはどうにもできなかったが魔族たちはストカしてるから問題ない。メデューサはどうにもできないから地下を探索してもらってる。俺の部下もいるから見張ってるとな。それなら安心とはならんよ。メデューサは全然大丈夫なんだよ。地下室の奴らは人間がいない。対応がダメな奴しかいないから。だが、ドラゴンがいる時点で魔王城にいたくなってるんですが。ははは、どんまい。その血をこの剣でぶっ刺してやろうか。すみませんでした。で、冗談はさておき、お前ら。その呪い辛いのによくのうのうと私のところに来たね。あら、バレてましたか。私のところに来たってことはそういうことだろ。どうしたのよ、その魔力を食い尽くす害虫は。へばりついて離れないし、キラとエイリン先生でも無理って言われたろ。だいぶ、お前らが弱ってるし。どうもこうも。暴れていた魔族たちを退治してる時に、魔女がいたのでね。お、あの子、生きてたのね。てっきりレイラに殺されたのかと。利用して申して駒になったから殺されたと聞いたけど。強欲の魔女で虫を操るから逃げられたんだろうね。まあ、その復讐にお前らの魔力吸って力を蓄えて、さぞかし潤ってることでしょう。まあ、レイラにはそれでも叶わないことは十分に知っているのにバカな子。捨て駒にはもう、用済み。即排除がレイラに関わったものの末路。友達はないけど。まあ、運がない。逃げられないのにね。あはは、元気な化け物だね。まあ、取ったぞ、害虫。お前が化け物だよ、本当に。おいおい、ひどいぜ。ほらほら、永遠亭に運んであげるから休んでね。本当にその通りですわ、ねえ。編集者様に報酬もらったのであなたを排除させていただきますわ。強欲の魔女様。なんであんたがここに。はて、なぜですか、あなた様をレイラ様がずっと探していたんですわよ。なに、私をもう一回仲間に。え、ずっと捨て駒を殺すようにと命じられましたから。え、でも、私ら親友って。ふふ。捨て駒なんですから全て演技ですわ。残念ですわね。ちくしょう、クソ野郎、絶対に殺してやる殺してやる。お前なんかに負けない、お前はただの従者だ、私ならお前に勝てる。へ、がは。あはははは、久しぶりの血ですわ。美味しい、さようなら。そして、グッドラック、安らかに。私らには幸せも天国にも行けやしないのさ。強欲。あんたも分かっていたと思ってたんだがな。本当に。大馬鹿野郎さ。せめて。天国に連れて行ってやる。幸せにな。さて、こんな時だからこそ、美味しい酒でも飲むか。次の人生は幸せならいいね。まあ、俺はレイラに殺されないで綺麗な場所でやってくれとは言ったけどな。いいでしょう。きっと主様は地獄に落とす予定でしたから。それも残酷な姿にして。さすがにここには来たら大変なことになるからな。ここの奴らを襲ったものだから。花畑で殺すとは、墓に入れてやったか。誰にもバレない穏やかな場所に。ありがとう。さて、お知らせしましたのでレイラ様に報告いたしますわ。罰を受けるでしょうけど。ごめんな、お前に仕方のねなかったんだ。いいですわよ。いいものももらいましたし。お姉様を、ね。フラン、ありがとう。